今日の御言葉、マタイの福音書7章1節から5節。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気づかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。私たちは他人の悪いところを見て、そこを指摘する、そんな性質を持っています。しかし私たちは人の罪を、人の悪いところを指摘できるほど良い人間なのでしょうか。いいや、違います。私たちは大罪人です。私たちは罪人であり悪人です。私たちは他人の悪を、罪を指摘できるほどには清い生き方をしてはいません。まずは人の悪いところを指摘するのではなくて、自分の中にあるこの悪さ、罪を取り除こうではありませんか。人のことを裁くのはその後にしましょう。 All for Jesus。